しいぞ。決して均等は使ってはならん。自分の足でたどり着くのだ。使用いたします如意棒は川崎変面少年悟空が所有いたします。4本の如意棒のうち最も格式の高い悟空大如意棒でございます。さあ悟空、ゆっくり降りてこよう。準備が整ったのがいいですよ。さあそろそろ行きましょうか。はい、お見事。紫の仮面、紫の仮面がありました。これからどんどん変わっていきます。さあ今度はどんな仮面に変わるか。お見事。女型、みんなのそばへ行きます。はい、タッチ、はい、タッチ、はい、タッチ。さあ今度はどうだ。お見事、黄色い仮面。さあ黄色い仮面に変わりました。扇の音もいい音です。さあ今度は何に変わるのか。変わるか変わるか。みんなの手拍子が力となる。さあ今度は何に変わるか。さあ左の仮面。さあ演技は後半に入ります。悟空よ、飛騨天のごとく天竺まで駆け抜けろ。さあ緑の仮面の次は、お見事、パンダ。さあここからが腕の見せ所。笹の葉おいしい。さあ落ち着いていこう。悟空、パンダの次は、さあパンダの次は、お見事、クジャク。堂々たるクジャクの姿。さあ悟空、これからが腕の見せ所だ。落ち着いていこう。クジャクの仮面の次は、お見事、青い仮面。青い仮面、お見事。さあ悟空、天竺がそろそろ見えたぞ。令和の時代から明るい未来へ駆け抜けろ。お見事、赤い顔の悟空。さあ悟空、後ろ下がろう。さあ天竺がそろそろ見えてきたぞ。さあ頑張れ。さあフィニッシュだ。いや、どうした。おっと、もう一回か。さあみんなの手拍子が力となる。さあ最後はみんなで一緒にカウントダウンだ。さあ行こうか。さあ2、1、ありがとう。はい、いいぞ悟空。ありがとうございました。どうもありがとうございました。川崎変面少年悟空のお二人でした。
テーマがですね、孫悟空七変化という通り、本当に様々に変わってまいりました。上に上がってぜひぜひちょっとお話伺わせてください。あ、大丈夫ですか、ごっくん。大丈夫ですか。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。これ、な、今何、これ、な、何変化しました。何変化しましたかね。9枚変化だったんですね。すごい、すごいっていうか、どうやってやってるの。ねえ、何がどうな、でも言うわけないですよね。そうですね。言うわけない。独学でちょっとわからないもんですから、こんな感じなんじゃないのかなと思って、自分たちで独学で親子でやりました。あ、親子でいらっしゃるんですね。親子なんだ。ですって。じゃあこれ、お父さんが作ったと。そうなんですよ。そうなんです。百均ショップで。百均ショップでこれ作れるの？これ百均ショップで作れるやつなの？百均ショップで買ったもので作った。すごい。すごい、素晴らしい。たくさん練習しました。ちょっと中見せて。なんかどうなってたんでしょうね。わかんない。これどうなって言えないですよね。言えないですよ、ね。いやいやいや、すごい楽しかったです。ね。ございます。はい。なんかありますか？川崎から来ました中学1年生でございます。中1か。中学1年生です。まあこれは一応中国の国家機密ですね、なんですけど、ね、独学でやって今2年目ぐらいです。まあいろんなところで一応活動しているので、よかったらまあ見に来てください。はい、今度どっか活動するとか決まってますか。今度は講談師の方とコラボレーションっていうのを実現しまして、はい、それがやってみますということで、はい、もう日にちは決まってないんですか。あ、決まっております。あ、それは報告できないですか。あ、3月の19日四谷あけぼの橋だと思いました。はい、四谷、はいはい、のあけぼの橋で、はい、もうまた、はい、見たい方はちょっと、ね、足を運んでください。はいはい、これだと思った方ぜひ、はいはい、川崎変面少年悟空さんたちに投票をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ楽しかったです、ね、西村さん、もうトップバッターからすごいですね。いや、すごいですね。すごいですね。